廃棄したものが見つからなかったけど、出ちゃうな、もうこれエリア外に。まあいっか。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ、絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。おや？制御室か、そっち。あとは何もない。どうした？さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。臭いことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。おっしゃ。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。バレットとクラウドのレバーは L と R で操作します。ティファーの合図に合わせてモニターに表示される向きに傾けましょう。はい。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。上。え、悪い。めげずに行こう。せーの。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。もちろんだよ。はっ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。けっ、がめつい連中だ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。これちょっとね、難しいんだよね。スティックを倒し続けたらダメみたい。現在最上級セキュリティモード有効です。二人とも私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。せーの。あ、うん、息を合わせよう。しっかりね。せーの。セキュリティモードレベル1解除。はい。二人とも完璧。この調子で行こう。次は？次行くよ。せーの。こうか。はあ。せーの。はい。なんで？せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よかった。永遠に終わらないかと思った。おいおい、クラウドさんよ、あんた本当にソルジャーだったのか。こういうのは専門外だ。何でもやれや、何でもや。はいはい、そこまで。早く中を見てみよう。 FF7 リメイクで一番難しいところだったわ、本当に。
マテリア、マジカル、マジカルってマリオクアップか。今いるメンツみんな魔法使うイメージないんだよな。剣に銃に拳でしょ、まあ、あえて言うならティファーか。マジカルつけてみる。そのまんま手に入るの？何に使える？あ、エーテルなんてあったりした。高値で売却できます。あー、なるほど、高値で売れるのか。ビッグボンバーいらなかったな。いっか、戦闘に使うか。監視カメラだ。お、これは買っちゃおう。と、メガポーションが出始めた。安い分は買っちゃう。あとは、まあまあまあ、よし、セーブもしていこう。この辺下ってきたパイプ、ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなるものも多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ、浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのも確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同結諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。
か。ネズミどもには理解していくわ。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。よって爆破のタイミングも、あ、神羅が決める。天命。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ、ブータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。じゃあ、大丈夫？問題ない。聞いてる。雷弱点だ。あ、ちょっと。デカブツを止めると狙うぜ。そっちはどうだ。ガンガン切り替えて使ってこう。しっかりこの辺でスロー状態にしながら戦略も練りつつ、バレット期待してるぜ。クラウドいけるか。ドアだけど弱体化はしてあるはずだ。あー、なんでティファもサンダー使おう。残り20分ぐらい。まずはバーストさせちまうことだ。今攻撃がそっちに向いてる間に、うわー、タイミング悪い。近づきすぎるとダメなのか。いいよ、一旦ティファーに回復をお願いして。よし、やっちゃう。迷われちゃうな。見て、で、クラウド、よし、もう少しでバーストだ。逃がさねえぞ。よし、まだまだ第2段階へ行こう。マジか。やばい、やばい、避けれなかった。よくもバーストを。ああ、クラウド麻痺した。あ、クラウド、それはもうそうなる。腕が分離しとる。とりあえずクラウドを起こすでしょ。で、できればティファーがカーバンクルを呼んでほしい。さあ、行くよ。よし、出番だよ。おう、任せとけ。先に腕やるか。ああ、クラウド、やばい、むずいなこれ。
起こそう。待たせてごめん。ああバレットこれはまずい。カバンくる回復系を何か。よし、ここで決めよう。当てる。よし、ありがてえカバンくる。で今のうちにヒゲ解放だ。よし、腕やれるぞ。OK。よろしくね。アイデッカーがなんか喋ってるけどよく聞こえないや。本体をボコボコに、あ、エーテル使おう。あとは本体ボコればいい。バーストを途中で切られちゃったからもう一回バーストさせんと。ティファ、よし、いいぞ。あ、まずいかもしれん。よし、あ、ハイデッカー映ってる。ティファーはヒギ解放。バグレつけ。待ってました。まずい。うおっと危ねえ。そっちはどうだ。魔法使おう。あー足りない、普通のサンダーでいいや。頑張るね。ガード。マジか。あんたが早く。おい、フォローはそっちに任せたぜ。気合い入れてけ。届かないな、バルツ使うしかない。頼られちゃうな。狙うぜ。ど根性ぶっ放せ。攻撃を無視。よしよし、クラウド。ティファ危ないな。オートケアルで、ティファリミット技どっか。よし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 、待ってました。ぶっ放せ。行けんだろ。さあ行くよ。まだ17分ぐらいある。ティファ回復しよう。あーマジで間に合わなかった。フェニックスのでバレット、ティファの回復を。まずい。よしよしよし、あ、こっち来る。セーフ。逃がさねえぞ。離れてったな。また連携しよう。引っ込んどけ。これも見せ場だな。ああ頼んだぞ。バレット、もうすぐリミットがたまる。まだまだ。そこだ。ぶっ放せ。からのフュエルバースト。あと少しだ、リミット溜まってくれ。
あー、まいった。私に任せて。ビッグボンバー来る。バレットバレット回復。ここからだよ。あ、離れちゃったな。これ届く？おっしゃ、届いた。かなり効いてるぞ。よし、近づいてきた。よがんじょう。クラウドブレイバーキーパー、これは避けよう。避けれなかった。あれはガードじゃなくて回避しないとダメなんだろうな。ハイポーション。うわあ、まずいな。バレット。ギリギリセーフ。クラウド。強切り使えるな。やったれ。よしよしよし、やった。もうすぐ爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。